メインチャンネルはディラボです。というわけで、今日もやっていきたいと思います。大悟です。本日のテーマなんですが、スマホで1分、ネガティブ感情を消す方法ということでやっていきたいと思います。消すはちょっと言い過ぎなんですけど、改善するという感じですね。科学的に言うと。はい。やっぱり、人間って、例えば、ネガティブな感情って色々あるわけですよ。例えば、普通に、なんかこうね、わあ、なんか何もやる気しないなっていうネガティブな感情とかもあれば、自分なんてもうダメなんだとか、あとは怒りの感情とか悲しみの感情とか、いろんな感情があります。で、やっぱこのネガティブな感情ってモチベーションをすごく下げます。まあ皆さんもね、心当たりあると思うんですけど、やっぱりネガティブ感情に苛まれてる時って、こう何かに集中しようとか頑張ろうとかっていう感覚にならないですよね。まあ、特に年末なんかは、焦り、まあ、いわゆるこう、もう一年終わっちゃったんだ、何もできなかったっていうこの焦りの感情だったりだとか、いやーもう毎日、仕事もあるし飲み会もあるしきついわっていう、まあ、そういう感情を持つ人とか、まあ、いろいろいるわけですよ。はい。でこのネガティブ感情なんですが、起きた時に仕事をする前とか勉強する前にネガティブ感情が起きると、それをこうもし落とすことができたらすぐこうまたやる気モードに帰れますよね。疲れててやる気しねえなー、家帰る途中でね、いやもう疲れて家帰ってから勉強したいんだけどやる気しねえなーと思った時に、家帰る前にわずか1分スマホであることをするだけで、このネガティブ感情をぐっと下げる方法が実は見つかったんですよ。これを使ってもらうとどうなるかっていうと、勉強する前、仕事をする前とか、人と会う前とかに使ってもらうと、ネガティブな感情を抑えることができるので、だいぶ人生が変わるわけです。そんな、1分間でできるネガティブ感情を消す方法をご紹介したいと思います。これ、何かっていうとですね、もう言ってしまうと、オンラインアートを見る。です。はい。オンラインアートって何かっていうと、まあ、もともと最近の心理学だと結構、とか脳科学だの世界だと、アートの効果っていうのが注目されてるんですよ。まあ、例えば面白い例で言うと、今日一応概要欄の方にですね、なぜ脳はアートがわかるのかっていう、現代美術史からですね、こう脳科学を学ぼうみたいな面白い本が出てたりとか、あとはこのカンデル先生、カンデル神経科学って本があるんですけど、まあ、脳科学を、とか神経科学やる人は絶対読まなくちゃいけない本ですけど、こういう分厚い脳科学のね、本とか書いてる人も今アートの研究とかをがっつりやってたりとかするぐらい注目されているジャンルなんですね。はい。で、このアートなんですが、普通はさ、美術館に行ったりとかさ、それこそ ZOZO の前田さんとかみたいに、前田さんバスキアって絵とかをね、コレクションしてて話題になりましたけど、1枚10億とかするような、10億とか100億とかするような、そんな絵を家に飾るわけにもいかないじゃん。美術館行くのもめんどくせえと。オンラインでもよくねというのがですね、この研究のありがたいところなんですね。はい。ネット上でわずか1分オンラインアートを見るだけで、実際に美術館に行ったりとか自分でアート活動をしたりとかしたのと同じようにストレスが下がるんじゃねえのって研究が出てます。はい。今回の研究はマックス・プランク心理言語科学研究所ってところを行った調査です。ちなみにマックス・プランクってドイツでトップの研究所で、僕の友達も実はそこで研究室とか持ってた人とかいるんですけれども、ここのですね、優秀ある研究所が84人の男女にスマホとかタブレット、iPad みたいなものとか、あとはパソコンとかで、Google Arts and Culture っていうサービスがあって、一応これ概要の方にリンク入れておきますけど、いろんなアートが、見れる、Google が提供している無料のサービスがあるんですよ。で、これで1、2分自分のこうね、気になるアートとかを見てもらったと。はい。で、見てもらった、前後で、その人の気分とかモチベーションとかがどう変わったのかってことを調べた、そんな研究ですね。で、結果何が分かったかっていうと、このオンラインアートをわずか 1,2 分です、見たグループっていうのはネガティブな気分がズンと下がりまして、不安感もスッと下がりまして、さらに孤独感まで低下したんですよ。で、結果どうなったかっていうと、主観的な幸福感、自分が幸せだな、恵まれてるな、楽しいなって思うのこの幸福感ですね。これが高まったということが分かったんですよ。すごいですよね。たった 1,2 分、スマホとかタブレットとかパソコンの画面でアートを、しかも無料のアートを見るだけで、ネガティブな気分は減るわ、不安は減るわ、孤独感は減るわ、すごいですよね。で、ハッピーな気分になるわということなんですよ。ちなみにこの効果ってどれぐらいすごかったかっていうこともこの研究で分かってまして、言うても、実際アートをね、美術館に見に行くとか、ね、そういうことをする方が、ね、その効果は高いでしょうよと思いますよね。僕もそう思ってました。この文献見るまでは。なんとこの研究によると、この効果、実際に皆さんが物理的にちゃんと美術館とかアートギャラリーに行ってアートをしっかりこう何時間もかけて眺めるってことをした場合とほぼ同じだったんです。で、さらに D ラボを入ってる方は分かると思うんですけど、こういうメンタルを改善するためには自然に触れ合うのが大事ですよって僕いつも言ってますよね。この自然の中で遊ぶ体験とか過ごす体験っていうのもめちゃくちゃストレスを改善するんですよ。どれぐらいメンタルにいいかっていうと、ざっくり瞑想ってありますよね。メンタルを鍛える瞑想で、この瞑想の2倍ぐらい効果あるって言われてるんですが、この自然の中で遊ぶ体験とほぼ同じぐらいの効果が発揮されたんですよ。
つまり 1,2 分オンラインでアートを見るだけで実際に美術館に行ったりとか自然の中でね、過ごしたりとかするのと同じぐらいの効果が出たよっていうとんでもない研究なんですね。これ相当ポジティブ感が上がるってことです。多分人間がの、あの感情とかネガティブな気分を改善する方法で最も手軽で強力な方法の一つが自然の中に、浸るということなんで、それがたった皆さんが今持っているスマホでできるっていうのはかなりこれはお得なお話なんですよね。で、一応この調査では、大事なポイントはアートに対する主観的な体験、要するにアートって難しくていろいろ勉強しないとわからないっていうふうに思う方もいると思うんですが、そうじゃなくて皆さんが主観的に見たアートってのがすごく大事なんですよ。例えばこのアートはなんか深く感じるなとか、あ、なんかこの現代アートには深い意味が込まれてる気がするなとか、いや、このアートを描いた人の心情はどんな感じなんだろうみたいな風に、その自分がこう何かこう意味を感じたりとか、あとは純粋的に、はあ、美しい、このアートは美しいっていう風に美しさを感じるみたいな、そういったものであればあるほどポジティブ感情が強くなって心理的な効果が高まったってこともこの研究では分かってるんですよ。だから前提知識とかアートに対するあの増資が深いとか関係なかったんです。ただ単に皆さんがそのアートを見て、あ、これはなんか意味を感じるなとか、あ、これはなんか純粋に美しいなと思うものをただ 1,2 分ダラダラ眺めるだけでこんだけメンタルに効果あるわけですよ。皆さんが普段 YouTube とか TikTok とかいろいろ見てると思うんですけど、まあ、TikTok とかだったらね、 YouTube ショートなんか 1,2 分ぐらいですよね。1分ぐらいか今は、はい、だと思うんですけど、そんなもん見てる暇があったらオンラインでアート見た方がええでというそんな研究でした。ぜひね、あの概要欄の方から、オンラインアートが見れるリンクも入ってますんで、チェックしてみてください。で、アートは普通に勉強しても面白いです。一応ブルータスの特別版で日本の現代アート、をですね100個紹介してくれてる雑誌とかあって、これも一応面白かったんで概要欄の方にリンク入れておきます。まあ、ただ普段使う場合はオンラインで見るのがいいと思うので、概要欄の方に入ってるリンクの方から見てもらうといいと思います。僕もだから本を読む前とか仕事を始める前なんかは 1,2 分タイマーをつけてまずアートを見るっていうのをやってます。あとはあの休憩のタイミングとかにちょこちょこアートを見ることによって自分の感情をこうポジティブに一定に保つことができるので、結構一日の生産が高いますね。ぜひやってみてください。で、もしアートをこれ使ってもらって、それでも自分のちょっとネガティブは根深いと、なかなかこう取れないんですと、もうトラウマみたいな気分になりますみたいな、まあ、そういう人は、ディフュージョンっていうテクニックでもう根本的にネガティブ感情を手放す方法っていうのを学ぶというのもおすすめです。はい。これディフュージョンができるようになると自分に対してのめちゃくちゃ否定的な感情とか自己否定とかにも対処できるのでおすすめです。で、こちらは、僕のメインチャンネルである D ラボの方から見ることができます。ぜひですね、番組の概要欄あるいはコメント欄の方からネガティブ感情を最速で手放すディフュージョンという動画がありますので、ぜひ D ラボ登録していただいてこちらもチェックしてみてください。それではぜひ皆さん、アートを日常に取り入れてみましょう。また次回の放送でお会いしましょう。バイバーイ。